こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はトラウマシーンのある、劇場版ドラえもん作品を8つ紹介するぜ。映画のドラえもんはいつものアニメと違って、みんなで危機に立ち向かっていくのがいいよね。そんな劇場版にトラウマシーンがあるの？基本的には感動シーンや楽しめるシーンが多いが、ふとした時に恐ろしさを出してくる、楽しみに映画館へと訪れた子供たちに、恐怖を植え付けたシーンが何個かあるんだぜ。怖いシーンって印象に残りやすいもの。そして同じような環境になった時とか、夜にふと思い出してさらに怖くなるのよね。映画館っていう普段とは違うところで見るというのも、さらに記憶に残りそうだわ。明るいところもあれば暗いところもあり、それはドラえもんでも同じだぜ。世の中いいことだけではないものね。よし、内容が気になってきたわ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。映画ドラえもんのび太の魔界大冒険。まずはのび太の魔界大冒険だ。魔界ってついているのが嫌な雰囲気を出しているね。この話は魔法に憧れるのび太の夢を叶えた物語だ。あら、ずいぶんファンタジックね。でも魔法の世界と魔界がどう関係するのかしら？じゃあ簡単にストーリーを説明するぜ。ドラえもんとのび太が自分たちにそっくりな石像を見つける。家に持ち帰ったが一体何なのかと悩む二人。同じ頃、のび太は魔法に憧れていることを打ち明けるが、誰一人からも理解を得られずに落ち込む。そしてもしもボックスを思い出して、ドラえもんにねだるんだ。もしもボックスってどんな道具だったっけ？見た目は公衆ボックスにそっくりで、もしもこうだったらと電話をかける。設定が終わると電話が鳴るので、その後にボックスから出るとその世界へ変わっているんだ。じゃあのび太の夢見る魔法の世界も体験できるのね。ああ。だが、生み出された世界は思い通りの世界というわけではない。魔法の世界を実現させてあげたドラえもんだが、のび太の思っていたような魔法の世界とは異なっていた。簡単に魔法を使える世界ではなく、科学と魔法が入れ替わったような世界なんだ。確かに全然違うわ。せめて一つでも簡単な魔法を覚えようと、意気込むのび太を応援するドラえもん。しかしそんな魔法世界に魔界の悪魔が忍び寄り、地球を侵略しようと企んでいた。そしてみんなで魔界へ行くことを決意し、世界を救おうと立ち向かうお話だな。おお、ドキドキする展開だわ。でも魔法世界はもしもボックスで作った世界なんでしょ？元に戻しちゃえば終わりなんじゃない？元に戻すにはまたもしもボックスを使うんだが、なんとこの世界でママに捨てられてしまったんだ。けど、助けに来たドラミちゃんからもしもボックスを借りて、元の世界に戻ることができたぜ。一件落着じゃない？いや、そうではない。魔法の世界は消えたわけじゃなく、パラレルワールドとして存続してしまうんだ。じゃあ魔法の世界は相変わらずピンチってこと？そうなるな。魔王を倒さないと根本的解決にならないんだ。平行世界が自分の世界に影響を及ぼす可能性もあるし、放っておけないわけだね。マリサの簡単な説明でも楽しめたわ。あれ？何の話だったっけ？楽しんでいただけたのは嬉しいが、そろそろ本題のトラウマシーンの紹介をするぜ。あ、そうだった。トラウマシーンねー。自分に似た石像なんて怖いと思うわ。お、よくわかったな。実はあれは石化された未来の自分たちなんだが、二人が石化されるシーンがトラウマポイントだぜ。動けなくなる石にされるのは恐ろしいよ。しかもポーズが変わったなんて石はあるんでしょ？石なのに石があるなんちゃって。つまらないダジャレを挟んでくるな。石にされた二人の背後では不穏さを出すためか、雨が降り、雷が鳴る様子が描かれている。雷の光でわずかに映る石化された二人に、より一層恐怖を感じるだろう。絶望感あるわ。あと、二人は魔王の手下に石化されてしまうが、この手下もトラウマポイントとなっているぜ。手下はメジューサというが、名前からわかる通りメドゥーサがモデルだ。メドゥーサってゲームでもよく出てくる、石化を得意とする厄介キャラよね。メドゥーサはギリシャ神話に登場する怪物で、蛇の髪を持ち、見たら石になる能力を持っている。メジューサもそれを参考にされているが、能力だけでなく見た目も怖い。なんだか妖怪チックな雰囲気あるわね。ドラえもんたちはタイムマシンを使用して逃げるが、メジューサはそれでも追ってくるんだ。タイムマシンで逃げ切ったと思ったのに追いかけてくる。メジューサに多くの子供が恐怖したぜ。確かにドラえもんの秘密道具でも、対抗できないのは怖いわね。そしてメジューサは二人を石化した後は登場しない。恐怖だけを植え付けて去っていく恐ろしい存在だぜ。恐怖の塊みたいなキャラが、劇場版のドラえもんに登場していたとは思わなかったわ。魔法の世界というファンタジーな話かと思ったら、こんな怖いシーンもあったなんてね。映画ドラえもんのび太のパラレル最勇気。次はのび太のパラレル最勇気だ。今度は最勇気が舞台か。妖怪が登場するこの作品は、劇場版ドラえもんで一番怖いとされているぜ。
妖怪が出てくるの？今度は妖怪に世界が乗っ取られそうになる話だ。何気に侵略者多いわね。どうしてそんなことになったの？学校の新入生歓迎会で最勇気の劇をやることになるが、のび太はやりたかった孫悟空の役を取られてしまうんだ。のび太は似ている人がやるべきと主張し、タイムマシンで孫悟空に会いに行くことにした。孫悟空って実在してんの？モデルとされる人はいくつかいるみたいだが、実在したとは言えないみたいだ。とりあえずそれは置いといて、のび太は実在したはずと信じて向かった。そこで自分そっくりの孫悟空を目撃したが、当然その話を信じてくれる人はいなかった。そこでドラえもんにヒーローマシンを出してもらい、なりすましたものの結局バレてしまう。ヒーローマシンとは？物語の登場人物になりきることができる道具だぜ。楽しそう。でもなりきったのにバレちゃったの？登場人物になれるわけじゃないからな。ある程度自由に遊ぶことができるし。で、結局嘘つき扱いされてしまうのび太だが、どんどん周囲の人たちがおかしくなっていくんだ。ママやパパ、演劇の練習をするクラスメイトや先生まで、奇妙なことをしたり姿が変貌していってしまう。流れ的にヒーローマシンが原因？正解。ヒーローマシンを起動したままにしたことで、最勇気の世界の妖怪たちが現実世界に来てしまったんだ。世界を元に戻すためには、妖怪たちをすべて倒さないといけない。ヒーローマシンで三国志の登場人物になりきり、世界を守るために塔の世界へと向かう話だぜ。妖怪が出てくるって時点で、なんとなくおどろおどろしい雰囲気よね。どんなトラウマシーンがあるのかしら。現実世界が徐々に異質なものに変化する様子が、やはり恐ろしいとされているな。そんな中でも特に怖いとされるのが、ママの変化の様子だ。いつも通り夕食の用意をするまま、しかし一つだけ不気味な料理が出てくる。それはトカゲを丸々一匹煮込んだ。緑色のトカゲのスープだ。それを見たパパもんうまそうだといい、日常が崩壊していく様子が恐怖心を増していくぜ。そんなもの食べ物とすら認めたくないのに、周りが平然としているのは怖いわね。さらにママが階段を登るシーンで、ギシギシきしむ階段の音が怖いとも言われているな。不気味な音が迫ってくる様子は恐ろしいわね。ホラーものって結構音で怖がらせてくるとこあるよね。階段とか廊下のきしみもそうだし、ドアの音とか古い家の感じがまた怖いのよ。あの不気味さは何とも言えないよな。恐ろしい妖怪が出てくるのかと思ったら、また違う恐怖で攻めてきたわね。日常が知らないうちに変化していくなんて、ゾッとする恐ろしさがあるよ。映画ドラえもんのび太の日本誕生。次はのび太の日本誕生だ。今度は日本神話かしら？いや、後期更新世時代の話だぜ。後期更新世？今から12万6千年から1万1700万年前の時代だ。何時代？終わり頃となると旧石器時代から縄文時代あたりだな。原始的な時代ね。なんでそんなところに行ったのかしら？いつもの5人は現在の生活に不満を持ち、家出をする。その家出先に太古の日本が選ばれたんだ。現在の便利な生活に、慣れた人が生きていけると思えないけど、誰からも邪魔されない生活で、家を作ったり食べ物を育てたりと皆満喫していたぜ。と言ってもそこにずっと住むことはせず、また来ようと思いながらみんなは元の世界に戻った。しかし翌日、現代で原始人の少年ククルと出会ったんだ。あら、ついてきちゃったの？彼は光族という一族の一員だが、暗闇族という集団に襲われたらしい。そして家族や仲間がさらわれた日に発生した。謎の渦に巻き込まれて現代へ訪れたそうだ。じゃあ今度はその少年を救うために戦うのね。その謎の穴って一体何なんだろう。この映画のトラウマポイントだぜ。この穴は時空乱流と言われ、時空間の乱れが生み出したブラックホールのようなものだ。飲み込まれた人は空間を永遠にさまようか、運が良ければククルのように別の時代に落とされる。ドラえもんはこれが神隠しや行方不明事件の原因と考えるが、この説明をする時のドラえもんが怖いと言われている。いつになく真剣に語るドラえもんのシーンは、話の内容よりもただ怖さだけを子供に与えたようだ。神隠しだけでも恐ろしいのに、その原因とされるものの話なんてさらに上を行くでしょ。しかもドラえもんや秘密道具と、関係ない存在っていうのも怖いわね。もう一つ、トラウマポイントがある。それが土玉の存在だ。土玉？泥団子か何か？土玉は敵の手先で言葉を話す土偶だが、壊されても何度でも再生する。最強じゃん。何度も壊され復活する様子は、多くの子供たちに恐怖を与えたぜ。倒せない存在っていうのだけで怖いけど、壊されて復活する様子も見れるのは嫌ね。それが敵側の存在ってなると絶望感あるよ。太古の日本での恐怖なんて古代生物との戦いと思ったけど、
どれも想像と違う恐怖があって面白いわ。映画ドラえもんのび太とアニマル惑星。次はのび太とアニマル惑星だ。今度はタイトルからはわからないわね。それにアニマル惑星なんて幸せそうなのに。この話は環境問題を取り扱った作品で、子供よりも大人の方が心に来る作品だ。全く想像できないわ。話の説明よろしく。ある日、のび太はピンクのもやに包まれ、見知らぬ森へと迷い込んでしまう。そこには人の言葉を話し、人の体を持つ動物たちが暮らしていた。擬人化した動物たちの世界か。想像していたアニマル惑星と違ったわ。形は違えど皆は動物。アニマル星は地球と違って環境保護が徹底されていた。翌日、美しいアニマル星の話を皆にするのび太だが、皆にバカにされるだけだった。そしてママから裏山が、ゴルフ場建設のために切り崩される計画があることを聞く。環境保護が徹底されるアニマル星に対し、現実では自然を切り開いていく様子が描かれるのね。その夜、再びもやに包まれるのび太は、アニマル星が夢ではなかったことを確信する。後に追ってきたドラえもんと共にアニマル星に訪れ、しっぽという犬の少年と出会う。また遊びに来ると約束して帰る二人。さらに翌日、またピンクのもやを見つけた二人は、静香ちゃんも誘ってアニマル星に向かったんだ。こっそりジャイアントスネ夫もついてきたが、二人は荒れ果てた恐ろしい世界へとたどり着く。そうして逃げ回っているうちにアニマル星へとたどり着いた。もやはアニマル星に行くだけじゃなかったの？二人がたどり着いたのは地獄星と呼ばれる、アニマル星のすぐそばにある星だ。動物たちの先祖が住んでいた星だが、環境破壊などですっかり荒廃しきってしまったんだ。なんだかどんどん続々してきたわ。ジャイアントスネ夫もドラえもんたちと再会し、皆で地球に戻ることができた。しかしちっぽに渡した秘密道具で、ちっぽが助けを求めていることに気づき戻る。すると美しかったアニマル星は無残な姿になり、動物たちは姿を消してしまっていた。一体何が起こったの？かつて先祖の暮らしていた星を迫害した。月の悪魔と呼ばれるニムゲが攻めてきたんだ。ニムゲは地球人型の宇宙人で文明を発展させたが、そのせいで一つの星を荒廃させてしまったんだ。現在は地下でひっそりと暮らしているが、その生活は原始的な時代にまで衰退してしまった。そしてアニマル星を救うために立ち上がるのね。これ、ニムゲが地球人型ってのも恐ろしいわ。異なる惑星で起こった争いと書いているけど、地球での出来事を違う風にしているよね。便利な道具で環境を破壊する様子や、荒廃したら違う星を攻めるとか恐ろしいよな。でも実際に人が住める世界を探したりしてるし、環境破壊の恐ろしさを見せつけるような作品だろう。結構シリアスな内容だね。大人と子供で見方が変わりそう。テーマだけで結構怖い感じするけど、どんなところがトラウマなの？環境問題という問題提起も恐ろしいポイントだが、あのピンクのもやが多くの人のトラウマだ。そういえばあのピンクのもやは何なの？違う惑星に行けるなんて不思議すぎるんだけど。あれはどこでもガスと呼ばれるもので、ニムゲが昔開発したガスなんだ。効果はどこでもドアと同じ。どこでもドアが期待上になったものだ。どこでもドアの別バージョン。でももやとなると不便そうじゃない？ジャイアンたちみたいに想定外の場所に出たりと、欠点だらけだったから発売中止されたものだぜ。効果は大変便利だけど、物が変わるとこういう違いも出てくるのね。そして作中でこのもやから、ニムゲが迫ってくるシーンがある。ジャイアンも弱気になってしまう恐ろしい姿に、多くの人が恐怖のどん底に陥れられたぜ。そのニムゲが地球の人の姿と考えると、何とも言えなくなるわ。少し露骨だったかもしれない、と作者はコメントしている。現実でも問題となっているテーマを扱ったことで、他の作品とは違う怖い雰囲気を感じられるぜ。なんだか怖さだけじゃなく、重苦しさを植え付けられてしまったよ。アニマル星のように美しさを保つためにどうするべきか、人類全体で取り組まなきゃいけない問題よね。映画ドラえもんのび太と雲の王国。次はのび太と雲の王国だ。今度は雲の王国？どんな世界かしら？雲の上には天国があると信じているのび太だが、探すより自分たちで作ろうというドラえもん。なんとか雲の王国を作ることができたが、気流に流されて山に引っかかってしまう。その山中で謎の大きな亀と、背中に乗って気絶している少年を見つけた。少年を治療して皆帰宅するが、調べてみると謎の亀は昔に絶滅した生物だと判明する。また古代から迷い込んじゃったの？同じ手は使ってこないぜ。翌日、少年の様子を見に王国に向かうと、もぬけの殻となっていた。迷子探し機を設置して捜索するも、少年の行方はつかめなかった。秘密道具でも見つからないなんて、一体どこに行ってしまったのかしら。
少年を発見した山中を捜索している間に、王国は風に流されて消えてしまう。まずは王国を探すことを優先したが、その途中で王国とは違う謎の雲に迷い込んだ。そこは豊かな自然に囲まれており、地球で絶滅した動物たちが暮らしていたぜ。本当の雲の上の国が存在していたの？ああ。ここは天上人が暮らす天上世界で、迷い込んだのは絶滅動物を保護しているところだった。友好的に見えて地球人への偏見や警戒心を持つ天上人に、のび太たちは不信感を持ち、逃げることにした。そこに国運が現れて落雷に遭遇してしまう。皆はバラバラになり、なんとかドラえもんと再会したのび太。しかしドラえもんは雷のせいで、コンピューターがやられてしまっていたんだ。ドラえもん、壊れちゃったの？なんとかドラえもんを連れて家に戻ると、今度は大雨に見舞われて家が流されてしまう。偶然、復活したドラえもんによって助けられたが、世界の滅亡の危機は終わってはいなかった。どうしてこんなことになっているのよ。実は、地上の大気汚染に苦しむ天上人たちが、世界を洗い流して作り直そうと計画していたんだ。また環境問題か。でも天上人ってとこが手強そうだよね。天候も自在に操れるようだしな。皆が地上の危機を救おうと立ち向かうわけだが、なんとその後またドラえもんが故障してしまう。ドラえもんがいないのは絶望的だわ。絶体絶命と思われたが、今まで助けた人たちの訴えによって計画はなくなった。5人は自然環境の再生と天上人との再会を誓い、日常へと戻っていったぜ。強力な力を持った存在に、滅亡させられそうになるなんて恐ろしいわ。天上人となっているけど神様的な雰囲気があるよね。人とは異なる存在だからな。異質な雰囲気を感じても仕方がない。それとドラえもんが、2回も壊れちゃうなんて思わなかった。ドラえもんは何度か故障しているが、2回壊れたというのはこの作品だけだぜ。そしてそんな絶望的状況がトラウマポイントだ。やっぱりね、ドラえもんなら何とかしてくれるってところあるもの。あと大洪水のシーンもトラウマポイントだ。大雨や洪水は現実でも起こりうる自然災害だし、こんな災害に見舞われたらという恐怖があるぜ。水害は結構起こってるもの。現実にも起こるかもしれない。っていうのはやっぱり怖さが増すわね。映画ドラえもんのび太とブリキのラビリンス。次はのび太とブリキのラビリンスだ。ブリキって昔の玩具によくあるやつよね。バケツや缶に使われていたりするが、最近はすっかり効かなくなってしまったな。この話はこれまでにもあった。ドラえもんが行動不能となる恐怖が強い作品だ。ドラえもんが便利な道具でのび太を甘やかしている。といった批判が以前からあり、その回答との見方もある。序盤では道具に頼り切っているのび太に、自分の力で何もできないダメ人間になってしまうぞ。とドラえもんがのび太を叱責するシーンを書かれているぜ。確かにそうなんだけど、のび太が泣きついて道具を出してもらって解決。っていうのがドラえもんの流れじゃない。ドラえもんに頼らないのび太になったら、ドラえもんの存在意義はどうなるのよ。それだけドラえもんが、子供たちに大きな影響を与える作品ってことなんだろうな。どんな作品になったのかしら？ある日、酔っ払ったのび太のパパが、スキーと海水浴が同時に楽しめるホテルに予約したと聞く。大喜びで皆に自慢したのび太だったが、それはパパの夢だったということを聞いて落胆する。しかし翌日、玄関に見知らぬトランクがあり、出現した門を抜けるとブリキのおもちゃの島にたどり着く。そこはすべてブリキでできたブリキン島で、のび太とドラえもんはブリキンホテルでもてなされる。ドラえもんが用意したんじゃないの？違うみたいだぜ。その後、遊んでいたのび太はいつものように、ドラえもんに秘密道具をねだる。しぶしぶ道具を出して説明をするドラえもんだが、のび太はそれも聞かずに道具を暴走させて逃走。ドラえもんには呆れ果てられ、22世紀へ帰ると叫ばれてしまう。でもなんだかんだのび太が心配なんじゃない？そうだな。しばらくしてのび太を探そうとするが、なんとドラえもんは謎の飛行船にさらわれてしまうんだ。早速ピンチね。一方のび太は決して入るなと言われた。地下の迷宮の前にたどり着いてしまう。不気味な声を発する扉に気味が悪くなったのび太は、二度とブリキン島に来ないと決めて家に帰る。しかし3日経ってもドラえもんが帰ってこない。最後の言葉を思い出して不安になるのび太。そんな時、ブリキン島の話を聞いたジャイアントスネオが、出任せだと言い出す。静香ちゃんはかばってくれたものの、のび太は皆をブリキンホテルへと招待することにした。二度と来ないと決めたのにいつもこうよね。ブリキン島を満喫していた皆だが、そこに突然の襲撃を受ける。なんとか追い払ったものの、ここでドラえもんが連れ去られたことを知るんだ。ドラえもんのピンチね。早く助けに行かないと。皆もドラえもんを救おうと決意したが、その時突然ブリキン島が動き出した。
実はブリキン島は島自体が大型の宇宙船だったんだ。突然スケールでっかくなった。ブリキンホテルの主はチャモチャ星の宇宙人で、ドラえもんはチャモチャ星にさらわれたらしい。チャモチャ星は現在ロボットに支配されており、ドラえもんだけでなくチャモチャ星も救うために向かうぜ。ロボットに支配されるなんて怖いわね。これは人間とロボットの姿を変えているんだ。ロボットの登場によりやることがなくなった人間は、毎日が日曜日のような生活となった。次第に体も衰え、カプセルのようなものに入らないと動けなくなった。そんな人間に見切りをつけたロボットが反乱を起こし、人間たちがロボットに支配されてしまった世界だな。なるほど。ドラえもんに頼り切ったのび太に合わせているのね。実際にドラえもんみたいな便利なロボットがあったら、それに頼るのは子供より大人の方でしょうね。そしてその末路は、チャモチャ星のようになってしまうかもな。またまた重そうな内容ね。この作品でのトラウマシーンはいくつかあるが、まずは拷問されて壊れてしまうドラえもんのシーンだ。え？連れ去られただけじゃなかったの？ドラえもんは連れ去られた先で拷問に遭い、縛られて電気を流されて故障してしまう。そして壊れたドラえもんは、ガラクタと一緒に海に捨てられてしまうんだ。ドラえもんがボロボロにされて捨てられる姿は、多くの人がショックを受けたぜ。壊れた原因が拷問っていうのがまた怖いわ。次は地下の迷宮の入り口だ。のび太も思わず引き返したやつね。異国の仮面のような姿の扉は、横長の目でギザギザの口から中に入る。その見た目が恐ろしいと、登場時の効果音も合わせて不気味とされているぜ。確かにこういう雰囲気のものって、なんか気味悪さがあるよね。私も昔トーテムポールが怖かったわ。でもこういうのって魔除けの効果があって、そのために怖くしているってのもあるな。人が怖いものは魔も怖いって感じね。そして最後は糸巻きの歌だ。糸巻きの歌って、糸を巻き巻きのあれ？そう、それだ。最後はウイルスによってコンピュータバグを起こし、ロボット軍を壊滅させることができた。その時ロボット軍のロボットは、糸巻きの歌を歌いながら次々と倒れる。最後まで歌い続ける糸巻きの歌に、恐怖を感じる人が多かったぜ。知っている歌っていうのもそうだし、最後っていうのがまた印象に残りやすいわ。人が頼れるロボットはまだ登場していないけど、ロボットの危険性はドラえもんでも語られていたのね。映画ドラえもんのび太と無限三剣士。次はのび太と無限三剣士だ。三剣士って三重士が元ネタ？ダルタニャンとかだっけ？ダルタニャンは三重士じゃないぜ。アトス・ポルトス・アラミスが三重士だ。重士に憧れてパリに訪れたダルタニャンが、三重士と共に活躍する話だな。仲間になるなら一員でもいいじゃない。そうなると三重士じゃなくなるし。まあ、そっちの話は置いといて。この話はドラえもんの中でも異色の作品で、原作漫画でも書かれた物語だ。しかし作者の藤子 F 不二雄先生は、一種の失敗作だと語っているんだ。どうしてよ？この話は夢が舞台なんだが、もともとは夢と現実が合わさる恐怖が書かれる予定だった。しかし、書き進めるうちにキャラが勝手に動き始めてしまい、先生の考えとは異なる展開になってしまったんだ。それゆえドラえもんの、歴史を揺るがす大事件でもなるべく仲間内で解決し、一般社会に影響を残さない、という原則から外れてしまった。さらにドラえもんのルールやテーマとなる、日常に混入した非日常ファンタジーからも外れたんだ。たまにキャラが勝手に動き出すって聞くけど、今回は悪い方へと行ってしまったんだね。夢の世界って聞くとなんだか良さそうに感じるけど、どういう内容になってしまったの？いい夢を見たのび太は夢と現実の落差に落ち込み、せめて夢では良い思いをしたいとドラえもんにお願いする。ドラえもんが出した秘密道具は、気ままに夢見る気だった。これは名前でどんな道具かわかるわね。夢の内容が記録されたカセットをセットし、ほくろ型のアンテナをつけるとその夢が見れるものだぜ。その翌日、奇妙な老人が現れ、のび太に知恵の木の実を与える。そしてのび太に無限三剣士の世界で、すごい力を手に入れられると言って去っていく。意味深な発言と奇妙な老人がすでに怖いわ。無限三剣士は気ままに夢見る木の、カセットの中にある物語のことだった。ドラえもんにカセットを買ってもらい、無限三剣士の世界へと入り込むのび太。しかしこの無限三剣士のカセットは、他のカセットと異なっていた。これは一本だけの特別性のカセットで、第二の世界を生み出すことができるものだった。しかも無限三剣士の世界は現実世界にも影響を及ぼす。それこそ夢と現実が混ざってしまうものなのね。そんな夢の世界に入り込んだのび太は、夢見る国という国を救うべく立ち向かう。夢見る国は妖怪大帝オドロームに侵略されており、のび太は白銀の剣士になるべく旅をする。ドラえもん、ジャイアン、スネ夫も連れて、不滅になれるとされる竜を退治しに行く。
夢の世界で夢見る国の王女となっている静香ちゃんも、国を守るために城を抜け出していた。そして出会ったのび太と共に竜退治に挑むんだ。あれ、ちゃんと全員出てきているじゃない。結局、竜に同情して退治できなかったのび太だが、代わりに一度だけ生き返れる力を授かる。その後も旅は続くんだが、のび太が気ままに夢見る木を返品しようとする。その時にジャイアントスネ夫はアンテナを外されたため、以降登場する二人は夢世界の住人だ。あれ？静香ちゃんは？静香ちゃんはアンテナを外さなかったから、最終決戦まで物語に登場することになるぜ。最終的に妖怪大帝オドロームを倒すことになるが、そのエンディングには様々な意見が集まっている。夢の世界を救って日常に戻ってめでたしじゃないの？そうでないから失敗作とまで言われたんだろう。じゃあ一つずつトラウマシーンを説明するぜ。まずは冒頭に登場する、知恵の木の実を渡してくる奇妙な人物。そういえば何者だったの？こいつはオドロームの側近で鳥砲という鳥だ。人に化けて現実世界へ訪れ、のび太を誘ったんだ。その段階からすでにおかしなことになっていたのか。そういえばどうしてのび太だったの？鳥砲はのび太は優しさゆえに竜を倒せないと考え、不滅である白銀の剣士にはなれないとのび太を選んだんだ。うわ、怖。外見の不気味さもあり、人に化けた鳥砲がトラウマという人も少なくないぜ。ペットマスクをかぶった人に似ているよね。あれもあれで不気味とされているしな。そして夢と現実が曖昧になっていくのが第二のポイントだ。鳥砲が序盤で夢世界から現れたり、見てる側もどっちがどっちかわからなくなりそうだわ。そして最大の恐怖とされる、のび太と静香ちゃんがやられるシーン。二人は敵の攻撃を受け、全身が溶けてしまうという悲惨な最後を迎える。二人がいなくなるなんてどうなっちゃうの？話の内容を思い出せばわかるが、二人は竜のおかげで復活することができたぜ。あ、一度蘇ることができるようになったんだっけ？だが、生き返ると入っても、一度命を落としたことには変わりない。主要キャラクターが命を落とすことに、多くの人がトラウマとなっているみたいだぜ。ドラえもんの故障と違って、こっちは人の命だからなおさらよね。しかも主人公であるのび太と、ヒロインである静香ちゃんだもの。ショックを受けるのは当然だわ。そして最後のポイントはエンディング。意味深で意見の分かれるものとなっているぜ。元の世界に戻ったのよね。夢の世界を救って皆は元の世界に戻った。しかし映し出される街の様子は普段と異なっていた。学校は断崖絶壁の山の上に立っており、その異変には誰も気づいていない。そしてそのことには触れずに終わってしまうんだ。学校は山の上になんかなかったよね。説明もないってどうなっちゃったの？夢の世界が現実に侵食したのか、はたまたまだ夢は終わっていないのか、想像をかき立てられるがあまり良い考えが浮かばないのが、ますます恐怖を増しているな。視聴者しか異変に気づかないって恐ろしいよ。今までの作品は日常に戻れば今まで通りだったのに、この作品が異色とされるのがラストでよくわかるね。映画ドラえもんのび太の宇宙漂流記、最後はのび太の宇宙漂流記だ。ついに宇宙か。今までもちょこちょこ出てはいたけどね。この作品も想像以上のものだと思うぜ。なんと舞台は地球から20光年以上離れた宇宙だ。20光年？ちょっと想像つかないわ。ワープなしで帰ろうとしたら地球にたどり着くまで1億年以上かかると言われるほどの距離だ。その説明でも想像つかない。とりあえずめちゃくちゃ遠いところなのね。そう、遠すぎてどこでもドアが機能しないくらいだ。それはヤバさが伝わってくるわ。どうしてそんな遠くに行く羽目になったの？のび太たちは本物の宇宙を舞台にした、スタークラッシュというゲームで遊んでいた。しかしジャイアントスネオがゲーム内で迷子になり、さらに二人の入ったゲームが UFO に持ち去られた。二人を助けるために UFO を追跡し、たどり着いた先で宇宙少年騎士団と出会う。彼らは環境破壊で星に住めなくなり、新たな居住地を探す旅をしているそうだ。その人たちが地球侵略に来るのかしら？いや、彼らは太陽系の調査を終えて、母艦に帰還するところだったが、数々のトラブルに見舞われる。ドラえもんの活躍で難を逃れた一行だったが、突然現れた謎の船団にかなわず拉致されてしまう。この謎の軍団が地球侵略を企む独立軍で、その計画を阻止するために皆は立ち向かうんだ。地球侵略を企むアンゴルモアを撃退し、地球の危機を救うことができて終わりだぜ。やっぱ遠い遠い宇宙ってのは怖いよね。そうだな。この舞台設定が第一のトラウマポイントだ。そしてもう一つあるのが幻覚を見せる化け物のシーン。地球に戻ってきたと安心した皆だったが、その背後には不気味な化け物たちがいた。日常に戻ったと思ったそれは、化け物の見せる幻覚だったんだ。安心した直後にどん底に落とすパターンね。木に顔がついたような化け物の姿も、
不気味さがあって怖いよな。ニョロニョロした感じが宇宙人っぽさがあるわ。やっぱり未知の世界って怖いね。宇宙が舞台って言うと壮大でワクワクする印象だけど、それだけじゃないっていうのがよくわかったわ。というわけで、劇場版ドラえもんのトラウマシーンを紹介したぜ。どれもタイトルからは想像できない、怖いシーンがあったよ。それに全部違う感じで攻めてきてて、こんなにあるとは思わなかった。幽霊といった心霊的な恐怖とはまた違った。ゾッとする恐ろしさを感じさせるよな。ドラえもんって子供向けじゃなかったっけ？と考えちゃうような怖い内容もあったね。中には現代の問題を扱っていたり、怖いだけじゃなくて考えさせられたよ。これだけ色々あると、今後の劇場版作品も目が離せないわね。みんなは今回の解説はどうだったかな？意見や感想は気軽にコメントしてね。よかったって人は高評価と、チャンネル登録もよろしくお願いします。では今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。それではまたねー。